キンプリヘイヤー仕様生放送で歌詞ミスの真相に迫る意味深な言葉が呼び起こすファンの疑念。4月3日の音楽特番 CDDV30 周年歌うぞ。1位の曲だけフェスでキングプリンスのヘイヤー仕様がデビュー曲の歌詞を意図的にミスしたとしてファンの間で騒然となっている。 これにより、陰謀論が勃発し、平野の行動に何か深い意味があるのではないかとの疑念が広がっている。本校では、平野の歌詞ミスに関する出来事と、これまでの歌番組でのミスに焦点を当て、彼の行動に隠された真相を明らかにする。キンプリ平野仕様の歌詞ミス事件。4月3日、TBSK の音楽特番において、平野仕様はデビュー曲の歌詞をミスした。 通常、熟練のアーティストである彼が、自身の出演ドラマの主題歌でもある大切な曲で歌詞を誤るというのは注目すべきである。彼が、長い階段駆け上がって人並みに消えるという歌詞を、駆け上ってから、と歌ったことが、一部のファンの疑念を呼び起こしている。 一部のファンは、平野がこれまでにも歌しミスを犯しており、その都度に微笑ましい態度で謝罪していることから、今回のミスも単なる誤りではなく、何らかの意図があるのではないかと考えている。特に、脱退退場が迫っており、精神的に不安定な状態であることがファンの中で共有され、ミスが陰謀論を呼び起こす一因となった。 歌詞ミスの背景にある本当の意図。平野が歌詞をミスすることは、これが初めてのことではない。過去の歌番組でのミスも多く、その都度に謝罪と笑顔で受け止めている様子が見受けられる。2020年のミュージックステーションでのキー・オブ・ハートの歌唱時や配信ライブや音楽の日でのミスもファンの記憶に新しい。芸能記者によれば、 平野はこれまで歌詞のミスだけでなく、意図的な歌詞の改変も行っているという。例えば、ジャニー北川さんへの思いを込めて歌ったり、特定の歌詞を変えてしまったこともあるようだ。これにより、平野の歌唱には単なる歌詞のミス以上の意味が込められている可能性が浮上している。過去の歌番組でのミスの裏に隠された真実。 過去の歌番組でのミスは平野にとって珍しいものではない。2020年のミュージックステーションではあの扉の鍵はと歌うべきところをあの胸の中はと歌いメンバーや視聴者を笑顔にした。この時の彼の対応からもミスがあくまで軽いものであることが伺える。配信ライブや音楽の日でのミスも 平野が歌詞にこだわりを持ちながらも、その瞬間の雰囲気や思い入れに応じて歌詞を変更してしまうことが垣間見える。これは単なるミス以上に、歌唱において彼が感じる情熱や感情が反映されている可能性がある。ファンの疑念と陰謀論の火種今回の歌詞ミスに対して、ファンの中で陰謀論が広がっている。 脱退退場まで2ヶ月を切っており、精神的な状態が不安定な中でのカシミスが、ファンにとってはただのミスではなく、何か重大な意味があるのではないかとの懸念を引き起こしている。ファンの中には、駆け上って、がどんな意味を持つのか、あるいは何かのメッセージだったのか、といった疑問が投げかけられている。 これまでの歌番組での歌詞ミスや改変が平野にとっては単なる表現の幅を広げる手段であると捉えるファンもいれば、これを陰謀論の一環とみなし、何か大きな変化が訪れるようではないかと危惧するファンも存在している。平野仕様の歌詞ミスに見る本当の意図。 金プリの平野紫耀が生放送で歌詞ミスを犯すたびに、それが一部のファンによって陰謀論の対象となっている。しかし、これまでの歌番組でのミスや歌詞の改変を振り返ると、平野の歌唱には単なる誤り以上の意味が込められている可能性が浮上する。 彼のカシミスは単なるミスではなく、その瞬間の感情や思い入れに基づいて歌唱を変化させている可能性があり、これが彼の表現力の一環であると解釈できる。脱退や退場が迫る中でのカシミスが、平野にとっての重要なメッセージを含んでいるのかどうか、今後の彼の行動や発言が注目される。ファンの疑念や陰謀論が生まれる中、 平野の真意を理解し、彼のアートに込められた深いメッセージを受け止めることが、ファンとアーティストとの絆を深める鍵となるだろう。